FDN Black Maniac Group。はい、こんにちは。じゃあ、こんにちは。今日はヘタレーズで、漫才楽さんというところにやってきました。漫才楽さんはですね、国見町、まあ、福島県国見町と、あと郡町の、まあ、境目にある山なんですね。で、ここの山は何かっていうと、新百名山とか、名山百選とかっていうのに全く載ってない山なんです。それはちょっと。いや、乗ってないんだけれども、すごい山だということが、もう近年分かってきて、で、こう、登る人が多いと。なんでかっていうと、ここの山はエネルギースポットの山らしいんですね。もみの木があるらしいんですけど、そこからこうエネルギーが出ていると。で、神聖な場所だということで、ふざけた気持ちで登ってはいけないと。なるほど。で、真面目にこうパワーをもらいに行くということで、うちら3人元気をもらいに行きます。そうだね、はい、体力測定やんの体力今の状態とパワーもらった後の体力測定の変化をどんな風になってるのかを見ていただきましょうか。検証するのはですね、 50m 走、あと走り幅跳び、反復横跳び、垂直跳びをだね、やります。はい、はい、5m ですけど、これ10回測ればまあ 50m ですけど、ちょっと待ってくれ。時間あるんですか？時間ねえからこんなの。はい、第一走者鈴木くん、よーい、いい？はい、よーい、スタート。かげえな。9秒35です。9秒35。次は武藤くんです。よーい、スタート。早いの？これまた早いな。9秒60。あら、早いこと。最後、斉藤さんです。よーい、スタート。あ、早いこと。9秒44です。俺一番遅いんじゃない、もしかして。つかちゃん。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、49。はい、終わり。49。これ疲れる。これ数、これよーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、47、スタート。踏んでない。遠いんですけど。もっと全力でやってくださいよ。もう10秒経ちますよ。終わり。40歳です。続きまして、鈴木飛び、鈴木くんからいきます。いいかい？いいよ。いいよ。おー、80引く34は80。46。
46センチ。どうぞ。これがほぼ。79。79-31。でーぎねー。48?そんなん飛んだ？8センチ。なんだ。では行きます。本当に？え、いやな、本当ですよ。そう。はい。46。46-8は？38。38センチ。です。以上、漫才楽さんに登る前の測定でした。それでは山に登りに行ってエネルギーをもらってきます。ここら辺が漫才楽さんの入り口だったはずなんですね。ここからだいたい約1キロほど登るようなんですね。このちょっと案内の紙を見ると、ちょっとここ、今現在地、現在地はここです。どこで、どこで、ちょっと待って、ちょうどだ、うん、そうだ、うん、漫才楽山頂915メートル。40分くらいかかる。なぜか帰りが早いね。早くしねーなんでね。で、そこの山頂からまた奥にこう、もみの木があるので、そっちにまでちょっと行ってみましょう。はい、では、元気をもらいに行くぞ。はい。はい。どうっす？杖あるんだけど使うかい？うん。使ってもいいんじゃない？杖というか、ポーキーというか。いいや。すごい強気だね。俺もいらないです。これちょっと持っていけば。おい。はい、では行きましょう。すごい。結構できてるからいいよ。そうだね。歩きやすくていいね。うん。まあこの歩くのが目的じゃねえからな今日は。うん、どっち行くのこれ？山頂。山頂？山頂の方を目指します。うん。ちょっと道が険しくなってきました。やっとこう。山っぽくなってきましたね。うん。確かに今、伊達市多分一番太陽に近いところにいるのがジュラだと思うよ。いや、先駆者が、先に登ってた人行くから。じゃあ6番目か7番目ぐらいに、太陽に近い位置だから。そうだね。伊達市じゃねえから、ここ。何してここ？いや、道じゃなくなってきてる気がするね、もう。カブトムシいねえかな。これ絶対疲れたらさ、疲れると思うんだけどさ、パワーもらったらパワーも回復するんだけど、じゃないと帰りのさ、測定が弱まっちゃってよこれ。この疲れ。それはもう百も承知ですね。温泉とかねえんだけどね、絶対に。温泉はないですね。この疲れを癒して。クワガタいねえかな。パワーが欲しいな。本当ないよね。しっかりパワースポット。よいしょ。よいしょ。いや。鈴木くん。はい。スパイダーマン。あ、これまさしく。オートじゃないですかこれ。いやここは。展望台だ。ここだね。はい、頂上にやってまいりました。漫才楽さんの山頂にやってきました。仮山頂ということになってるんですけども、まあ人が登れるところで一番の、まあ、てっぺんだっつうことで仮山頂っつうことだと思うんですけれども、
はい、見渡す限り山、山、山ですね。ここから晴れてると海が見えるらしいのだが、あっちだね、東は。ちょっと今日は見えないですね。なんだろう、おおおお。あ、こういう風に見えるわけ？こういう風に見えるわけだね。ここが仙台湾？マジですか。北っちだから、まあ、多分、うん、こう見て、なんだと思うよ。うん、こうなると、こっちが、向こうすぐ山、忍山が見えるんだけど、今もう全然見えないね。半田山も、だいたい、半田山が、あ、そこです。すぐそこの山が半田山です、ね。あ、今はっきり見えてるってこと？そうそう。あれ半田山。うん。あとはもう、あだたら？ミノワ？向こうにや。ミノワも見えんの。ミノワやさんって書いてある。見えるんだね。バンダイさん。はい、あっち？あっちバンダイさんがあるの？いや、バンダイさんは多分見えないと思う。向こうでスラーと見える山は。がミノワの山なのかな。アスマ連峰が見えます。この景色見たらね、なんか疲れが取れた気がする。うん、パワーもらった気がするね、これ景色見たら。そうっすね。こっからちょっと歩ったところにあるんですよ、パワースポットと言われる木なんです。どこにあんだ、もみの木はな。歩いて5分って書いてあったよね。5分ぐらいだいぶ歩いてきまして、そろそろっぽいね。あ、ここに、あ、これじゃないの、もう開く、おお、あ、階段も、これですね、もみの木。もみの木、おお、でかいよ。階段ある、これ、あ、これこれです。うわ、漫才楽さん西棟50棟っていうのかな、この山の50の棟の代わりなんですかね。すごいよ、セミの抜き殻とかあるんですけど、いつのセミの抜き殻とかわかんない。去年じゃない、これ去年、これこれ、こっちは早めまだ削らないでくださいって書いてます。削った後、あ、これ取れてんのか、削ってったのかな、みんな削ってんじゃないのこれ。あの、一説によると悪いところをこう悪いところをつけると、そうするとエネルギーがもらえるっていうことなので、ちょっと悪いところ、そうね、これもつけちゃおう。全員頭だ。じゃあ早速戻って、ああ、もらったんで、うん、測定、体力測定やってみましょう。よっしゃ、はい、ああ。はい、さて戻ってきたら、やっと戻ってくれました、無事やっと着きました。何分くらいかかったかな、今何時、水戸君11時20分、20分くらいで俺行きたいんじゃない、これまあ下りだったから、うん、倍ぐらい早いよね。うん、さて体力測定やりますか。ちょっとトイレに行ってくる。はい、今ですね、漫才楽さんに登りまして頂上まで行きまして、で、もみの木からパワーをもらってきました。はい、はい、それでは早速体力測定したいと思います。パワーの結構ね。
鈴木くんからいきます。はい、ではよーいスタート。お、早くなってます。3秒。9秒34。はい、続きまして武藤くんです。ではよーいスタート。早いな。お、9秒35ですね。続きまして斉藤さんです。よーいスタート。結果11秒19。え、だって遅くなってるよ。さっきさ、一個は前の線からやったわけじゃないよね。もしかして一個前の線からやったのかも。測定不能。俺持ち上がらしいんだ、どうだろう。11秒19。あの手前の線から走れました。あ、それがもしんに。よーいスタート。9秒47です。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。すごい、55回。おっさ、すげえな、55回。はい、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、50。おお、ぶつかって上がってるよ。上がってるね。よーい、はい、スタート。終わり。48回。48回だそうです。はい、鈴木くんからです。いくよ。はい、81です。47か。47だ。続いて武藤くん、どうぞ。お、いったね。80。49。なんかいったのか。いや、先より行ってる気がする。ねえ、続いて斉藤さんです。はい、スケール気に入って。次は8センチやね。お願いします。はい、今手脱いでる、もしかして。え、手脱いだ今。ええ、認識41、41センチ。万内楽さんのもみの木からエネルギーをもらってきまして、はい、体力測定した結果このようになりました。はい、アップしました。したね。うん、しました。よかった。本当によかったよ。はい、あとはあの皆さん、あのパワースポットなんで登ってください。気をつけて。そうだね、足元に結構急な坂なので。あと熊よけいきます。熊よけは欲しいですね。虫よけもね。虫よけと熊よけ欲しいですね。ああ、ちょっとね、あと杖はこれ必須ですね。杖必須。入り口にあるので。うん、なんで登ってみてください皆さん。はい、ではガンマペマンでした。あ、じゃなくてヘタレーズでした。さよなら。さよなら。 FDN 見てください。